おはようございます。2021年4月11日日曜日午前5時13分ぐらいです。京都府舞鶴市西舞鶴の高野百合、下百合踏切近くです。早朝、キジの声やフクロウの声が聞こえています。そろそろ夜明けです。京都丹後鉄道の一番列車は、丹後の海で6時、7分ごろ始発の予定なんで、まだ、50分、1時間程度あります。タイムラプス動画を撮影しておきます。